福島競馬7レース3歳以上一生クラス牝馬限定戦ダートコース2150m 出走は13頭です。向上力の左手は低い角度収まって最後13番名称前提収まりました。スタートしました。少しばらつかさを外しジャンプ入れのスコップを扱い下の歌を抱き袋を抱きます。スタートコースに入りました。向上でその外に10番サノマナ2番につけてあとは1番審査練習を設計下から1番サーストルネイジュ両部屋入ってさらには3番サツキマスです。中段の前には9番のアルマスペースをつけて3コーナーへ向かいます。内をつく4番ゴーゴーベイバー体制あとは名刺が入って、そこは順番のウルデアス大臣、これから3コーナーです。ゴルゴさんとは後ろの場所のウィンディーがつけて、さらにはそこからは小健康がつけて、最高峰7番スターライナーの前が3人コーナー中間です。これ400メートル通過して前に向けました。6番ラフィングロンヌ、そして外には10番サノマナ、第2コーナーから到着宣言。あとは3番審査、3番手が今1番サーストネージの体制。残り200メートル通過しました。通行があった。中盤のサノマナ、サノマナでは、リードは半端しに1番手。2番と6番のラフィングロンヌ、3番目は、大阪を超えていた2番襲撃を3番手になった。サノマナ、10番サノマナ、1分10秒2の勝ち取り。担当は藤原奈々子、千葉と3勝目。ごちそうさまでした。2番手、6番、ラフィングロンヌ、追い込んだ8番の衝撃。1分9秒2の勝ち取り、アラミコン48秒7、3分37秒0です。前と並ぶようにして直線に向かいまして、うちのラフィングロンドを倒して、中盤、サノバナ、ゴール前で抜けました。芝ラート2秒の発表、福島競馬場7レース。9秒2の勝ち時計10番サノマナ2番手が6番ラフィングロンヌ追い込んだ8番千代月光3番手です。福島競馬7レース10番サノマナ福島七福島今日3勝目です。1着10番2着6番のラフィングロンヌ3着は8番千代月光4着に4番のゴーゴーベイバー5着写真判定を行います。確定までお待ちください。6番、8番、10番、6350、3年生。